赤ゼッケン63番ドミトリー・モイセイエフ、新極新会カザフスタン支部。白ゼッケン66番佐藤啓太、市営塾。Thank you.
対0の判定としまして赤ドミトリー選手と申し上げます。赤ゼッケン68番竹川直樹新極新会南大阪支部。白ゼッケン70番宮田空学連会館。
ります。赤、ゼッケン75番ムハンマド・アディーン新極新会パキスタン支部。白、ゼッケン78番松本敦大本流からっているプログラム。
延長戦です。頑張れ。
ゼッケン88番小倉一志、新曲進行宮崎中央道場、白ゼッケン89番松原聖陽、空手道バック。
捨て足です。あと顔面はだとロッカーですね。赤ゼッケン95番、ヤチス、スーラフレスレスリコフ、新国新海ロシア新聞、白ゼッケン98番、加藤翔太、不言優新海、Thank you.
番号4対0の変更にしました。赤、矢崎選手の優勢勝ちです。赤、ゼッケン100番。失礼しました。これで審判団の交代を行います。
の大橋選手の優勢勝ちです。赤ゼッケン107番大谷拓海新宿新海静岡市場、白ゼッケン110番川瀬敦史、ゼッケン111番内正人学年会館、白ゼッケン114番山中優太新宿新館投資支部、延長戦です。
5対5の判定をしまして、赤福士選手の先制勝ちです。赤ゼッケン115番近藤優、新北シーカー大阪の北摂地、白ゼッケン118番高橋拓磨、大本流空手拳法連盟。ゼッケン119番大坪俊介、新北新海福岡支部、白ゼッケン122番神原英二、新北新海福岡支部。
相撲じゃないけど4対0で秋元選手の優勝でした。